今回ですけども、ドアストライカーのカバーを購入したので、こちらを紹介したいと思います。Amazon で1061円で購入。純正品みたいな箱に入っていますが、海外からの発送だったので、ちょっと怪しい。ドアストライクとは、ドア抜け側の金具。その部分のカバーとなりまして、いわゆる装飾品です。見た目を良くするパーツ。かっこいいですね。ホンダのロゴ入りですが、どうなんだろう。でも見た目のクオリティは最高ですね。金属製で両面テープがついています。いわゆる貼り付ければ OK です。では早速取り付けてみたいと思います。 N ボックスにつける予定ですが、ステップ1オンにも合わせてみます。これがドアストライク。おお、バッチリ。やはり同じサイズ。完璧です。こちらは N ボックスの JF3。 おお、いいですね。全然変わる。次は後部座席で、なんか形状違う。はい、こんな感じでバッチリです。はい、こんな感じです。1000円でこのクオリティはかなり満足ですね。かっこいいので、ぜひね、ご参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。